どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画1本ご紹介したいと思いますということで、今日はね、僕の動画視聴されている、定期的に視聴されている皆さんなら、もう大好きですよね。ホラー映画となっておりますよ。バチカンのエクソシスト。本作に登場する悪魔払いのガブリエル・アモルト神父はもう実在の人で、カトリック教会の総本山バチカンのローマ教皇に伝えて、生涯でなんと数万回の悪魔払いを行ったチーフエクソシストだっていうんですよ。ね、そんな神父へのインタビューをまとめた「エクソシストは語る」っていう本があるんですけど、これ僕も持ってるんですけどね、まだ読んでないけど、その本がベースになっているんですね。主演はアカデミー賞受賞のオスカー俳優ラッセル・クロウ。いや、こいつもオスカー俳優のくせになんか仕事を選びませんよね。ニコラス・ケイジかよって。でもね、煽られとか嫌いじゃないですよ。このガブリエル・アモルト神父なんですけど、1925年生まれで、2016年に亡くなられているんですよ。享年91歳ですね。で、先ほども言いましたけど、この人ね、生涯で数万回の悪魔払いやってるって言ってるんですけど、本当かよって思いません？だってさ、毎日やっても1年で365回だから、これ 1万回やるのにこれ30年かかるわけですよね。もう土日休まず祝日も休まず毎日毎日悪魔払いやっても1万回で30年ですから、いやー、毎日悪魔払いやらされるって、自分だったらちょっと嫌ですね。これ時給1000円とか、じゃあ僕やりませんよね。まあ、時給1500円ぐらいもらわないと、毎日悪魔払いなんてやってられませんよ。それにしても、もう悪魔に散々嫌がらせをしてきた人生なのに、91歳とは大往生ですよね。なんか、悪魔も大したことありませんね。こんだけ散々、コケにされてきた人に対して91歳まで91歳まで何もできなかったってわけですから、悪魔は大したことないね。で、この人何でも若い頃は第二次世界大戦中でファシストやナチスを相手に戦うパルチザンだったそうなんですね。そこから司祭になってプリストになって、さらに悪魔払いの才能を認められたのか、チーフエクソシストに任命されているんですよ。チーフエクソシスト、なんかかっこいいですけどね。で、その後国際エクソシスト協会なる組織も設立しているんですね。まあ、悪魔払いで怪我したり病気になったら、これ労災認められるんですかね。まあ、そのために、国際エクソシスト協会なんてね、組織があるんでしょうか。健康保険とかそういうのあるんですかね。共済金とかね、あるのかな。今ハリウッドでストライキやってますけど、悪魔払い師たちもストライキなんかやるんですかね。このエクソシスト協会でストライキみたいな感じでめちゃくちゃ嫌ですね。そんなガブリエル・アモルトさんが言うんですよ。悪魔付きの 98% は実は悪魔ではなくて一種の精神疾患だってね。まあ、例えば統合失調症とか、まあ、解離性障害、中には病的な虚言癖の人が俺は悪魔に取りつかれたぜみたいな演技をしているというわけなんですね。しかし 98% 残り 2% は現代の科学や医学では説明をつけることができない。まずは悪魔に疲れたと主張する対象が病気なのか悪意なのか、それとも本当に超常的な現象なのかをエクソシストの人たちは見極める必要があるわけですよ。例えばこれが精神疾患であれば、先ほども言ったような統合失調症とか解離性障害であれば、心理的なアプローチで取り除くことができるという。悪魔を追い払ったという暗示を与えることで、対象は元に戻ることがあるというわけですね。とにかく彼らはまず、対象が本物の悪魔に取りつかれているのかそうでないのかを見極める必要があるわけですよ。そのためには客観的なオカルト現象をその悪魔に起こさせる必要があるわけですね。いや、お前本当に悪魔だって言うんだったら、もう誰がどう見ても分かる、超常現象を見せてみろよって、まずは挑発して、それを見せてもらうというわけですよ。ガブリエールはこう対象にねこう事前情報を一切与えない状態で、じゃあまず俺の名前言ってみろって言うんですよ。悪魔付きとされる対象の 98% は、まあ、そんなね今このガブリエール神父って知らないから名前なんか知らないから 98% の人は答えることができないわけですよ。まあ悪魔に疲れてるわけではなくて、まあ、単なる精神疾患ですからね。本作ではそういった悪魔払い、エクソシズムのノウハウやアプローチなんかも若干ではあるんですけど描かれているところが非常に興味深いですね。とはいえ悪魔払いの映画といえば何といってもウィリアム・フリードキン監督の1973年のオカルト映画「エクソシスト」というねもう絶対的な金字塔がありますから。ちなみにこのエクソシスト続編がありましてね、エクソシスト2あと3もありましたね。まあ個人的にはちょっとこの2つはいまいちだったかな。特に3作目エクソシスト3は原作者のウィリアム・ピーター・ブラッディ本人がこうエクソシスト2の完成度にぶち切れて、いやだったら俺がやってやるわっつってね、まあ、ご本人が手掛けているんですけど、まあ、映画としてのクオリティは悪くはなかったんですけど、まあ、個人的にはねエクソシスト3もそんな面白くなかったかな。まあ、巷ではねホラーファンの人たちではエクソシスト3を高く評価する人は少なくはないんですけどね、まあ、エクソシスト2は比較的酷評されてるかな。3はねそれでもまだ支持する人はいるみたいね。それから2004年にエクソシストビギニングっていうね作品が公開されて、これも当時僕劇場鑑賞してるはずなんですけど内容忘れちゃったけどさ、なんかメリン神父のこのほらマックス・フォン・シドーが演じたメリン神父っていたじゃないですか、おじいちゃんの方ね、あれのもうちょっと前の話エピソード0的な内容になってましたね。マックス・フォン・シドーってエクソシストの1作目のおじいちゃんの神父演じてましたけど、あれめちゃくちゃおじいちゃんに見えましたよね。80歳ぐらいのおじいちゃんに見えたけど、あれを演じた当時のマックス・フォン・シドーは40歳だったんですよ。だからもうちょっとこう老けメイクをしておじいちゃんになったっていうね。だったら最初からおじいちゃんの役者演じればよかったじゃんって思うんですけど、そこら辺のこだわりは一体何だったんですかね。まあもっともねあれはマックス・フォン・シドーでまあよかったわけですけど、まさに名演技ですからね。もうマックス・フォン・シドーといえば僕の中ではねやっぱり最後までエクソシストが消えませんからね、まあ、エクソシストのメリン神父っていうイメージが強い役者さんでしたね。もう何年か前にね、マックス・フォン・シドーさん亡くなってしまいましたけども、まあそれはねともかく、まあ、他にもこのエクソシスト星の数ほどあるまあアリュー映画、エクソシストのアリュー映画たくさんあるわけですけど、まあそれら僕もいくつか鑑賞はしていますけども、まあどれも似たり寄ったりというか、記憶に残るような作品はなかったですね。まあ強いて言うならエクソシストシャーク、はい、悪魔に取りつかれた酒とエクソシストが戦うクソゴミ映画です。でこのバチカンのエクソシストなんですけど、舞台は1987年イタリアにあるサン・セバスチャン修道院ってとこなんですね。ガブリエール・アモルト神父、ラッセル・クロウ演じる主人公の、ガブリエール神父はローマ教皇から直接依頼を受けて悪魔に取りつかれた少年のエクソシズムに赴くわけですよ。まあそれがねその舞台がサン・セバスチャン修道院ってわけですね。少年はベッドに寝かされて変わり果てた姿になっている、まあ、10歳ぐらいの少年なんですね。いつものようにまずは精神疾患でないか鑑別する必要があるわけで、まあ、その作業から入るわけですよね。だけど少年はガブリエール本人でないと絶対に知り得ない情報を次々と口にするんですよ。それも彼にとってトラウマとなっているような記憶なんですね。もうそれを聞いて、いやこれは病気じゃなくて完全に悪魔付きじゃねえかと。で家族に寄り添っていた若きトーマス神父を助手に従えて本格的な悪魔払いに乗り出します。しかし思った以上に強力な精神攻撃を繰り広げてくる悪魔に思うように太刀打ちができないんですよ。そこで神父はこの修道院で過去に何があったのかを調査するんですね。するとこの修道院は中世時代に異端審問で拷問や処罰を行っていた場所だったということを知るわけです。そしてその修道院の地下に悪魔が封印されていたということも知るわけですよね。それが昨今の遺跡の工事によってその悪魔が解放されてしまったと。全てが一つにつながった時、バチカンの運命を握る凄惨なエクソシズムが今始まるみたいなね、そんな内容になっておりました。それではこれから詳しくレビューするわけなんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画「バチカンのエクソシスト」、評価額はズバリ。1000円級大作かな。そうですね。まあ、可もなく不可もなしっていうか、いつも通りのエクソシスト映画ですよね。もちろんつまらないってことはないんですけども、おすすめできるほどに面白いとは思えない。まあ、ホラー映画が好きな人だったら見ても大丈夫かなとは思いますけど、ゾンビやサメ映画のようにエクソシスト映画っていうのは 星の数ほどあるんだけど、やっぱりね、傑作に恵まれないジャンルというイメージが強いんですけど、だけどまあゾンビとかサメ映画に比べるとそこまでひどい打作も少ないのかなと思います。まあ傑作もほとんどないんだけどね。まあエクソシストシャークはあれはまあ十分ゴミですけどね。まあ、特に終盤での悪魔とのバトルシーンは、まあ、派手な特殊効果や CG でほぼファンタジー映画みたいになってるんですよ。個人的にはエクソシストものってこういう派手な演出は安っぽく見えてしまって、あんまり馴染んでいないんじゃないかなと思うんですよね。ビジュアル的な迫力よりも見ているものの心理を揺さぶってくるような演出であってほしいかな。それにしても悪魔に取りつかれた少年も本当に頑張っていたし、まあ、メイクとかね、悪魔の音声も、まあ、こちらもね一生懸命頑張っていたとは思うんですけども、悪くはなかったと思うんですけど、まあ、それでも本家エクソシストのリンダ・ブレアが演じた悪魔に取りつかれた少女リーガンに比べると格段の差がありますよね。今見てもリンダ・ブレアの危機迫るものありますからね。リンダ・ブレアの演技、リーガンという少女を演じてましたけど、あれほんとすごかったですよ。あの邪悪に満ちたメイクも本当に素晴らしかった。さらにはあの声ですよね。個人的にホラー映画のおぞましい音声、声、エクソシストと死霊のはらわたの1作目が2トップだと思うんですけど、皆さんいかがでしょうかね。そもそも悪魔って僕の中では、まあ、いろんなね、こうクリーチャーとかいろいろエイリアンとかクリーチャーとかモンスターがいますけども、まあ、僕の中では一番格調の高い存在だと思うんですよ。彼らは聖書の矛盾点を巧みについては我々人類を惑わせて狂わせて破滅に追い込むみたいな。神に匹敵する力を持つのであれば人類は太刀打ちなんてできるはずもありませんよね。だから悪魔っていうのはもっとスマートな存在だと思うんだけど、で本作に出てくるアスモデウスっていう悪魔はどちらかというとね、なんかポルターガイストみたいな力技で攻めてくるんですよ。少年の家族とか神父は何度も吹き飛ばされるし、修道院も結構破壊されたりするんですね。で他にもこう音を鳴らして家族を怖がらせたりと、やってることはこう程度の低い幽霊と同じなんですよね。これなら別に悪魔設定じゃなくてもただの悪霊でもいいじゃんと思いました。僕の中で悪魔って悪霊のさらに上を行く存在だと思ってるんですよ。上位にいる存在だと思ってるんですよ。でも今回この映画の悪魔のやっていることって、酔っ払いの DV 旦那みたいに食器を壊したり家族に暴力を振るうだけなんですよ。挙句の果てには少年だけじゃなくて彼のお姉ちゃんにも取り付いてるんですよね。もう最後は、まあ、終盤のシーンに至ってはもうハリー・ポッターかと思うようなド派手なバトルに突入していくんですよ。まあ、こういう演出も個人的には興ざめですよね。やっぱり本家エクソシストの抑えた演出の方がむしろ怖いし見応えがありました。このアスモデウスって複数の人間に同時に憑依できるから、やっぱりそれなりの 上級悪魔なんですかね。そのありやなんかね、ちょっと程度が低いというか、やってること幼稚臭いよね。なんでも堕天使って200も存在してるみたいで、200人もいるんだね。世界中にこの修道院みたいな悪魔が封印されているアジトが200もあるってわけですよ。でそれからそれらを全部回って悪魔をやっつけようぜ的なラストになるわけなんだけど、いやー、このガブリエール・アモルト神父さんって何かとガッツがある人だったみたいですね。なんか終盤あたりから熱血スポコンみたいなエクソシズムになっているんですよ。まあ悪魔払いも最後はやっぱり気合と根性なんですかね。いやもうほんと Z 世代の若い人たちにも見習ってほしいですね。個人的には悪魔っていうよりはなんか悪霊って感じでしたよね。なのでエクソシストシリーズというよりはむしろ資料館シリーズに近い感触でした。トーマス神父とのバディも誕生して、これから200の悪魔をやっつけるシリーズにもできそうなんだけど、まあ、ガブリエル・アモルトさんはもう亡くなっちゃってますからね。一体彼はこう200いると言われる悪魔のうち一体いくつの悪魔を駆除できたんですかね。まあそんなわけで続編はありそうな終わり方でした。まあ、どちらにしても興行収入次第といったところでしょうね。まあヒットしたらこれおそらく続編作られるんじゃないでしょうか。まあ、個人的にはせっかく実在のエクソシストを描いているんだから、もうちょっと悪魔払いのノウハウとか、あと悪魔払いあるあるみたいなね、小ネタですよね、そういったものを教えてほしかったかなと思いますね。まあ、それでも今回は悪魔払いの基礎はまず取り付いた悪魔の名前を特定することが重要であるってことを知りました。まあそれはそうだよね。確かに相手の名前知らなければ、まあ、僕たち人間の世界でも裁判できませんもんね。相手の名前知らなければ訴えようにも裁判できないのと同じなので、やっぱ悪魔払いをするにあたってあなたどちら様ですかってちゃんと悪魔に確認取らないといけませんってことですよね。とはいえ相手は悪魔ですから、あくまでも悪魔ですからね、なかなか自分の素性を語ろうとはしないんですよ。名前を教えてはくれないんですよ。だけどどこか必ずヒントが残されているんですね。まあ、今回はその修道院の歴史を調べて紐解いていったら、この悪魔にね、たどり着いたというわけなんですけども、まあ、そういったミステリー的な要素もあって、その部分はねとても良かったなと思います。悪魔が人間に取り付いていくのは、まあ、それなりの目的があるんで、まあ、そこら辺を紐解いていくことでヒントが見つかるっていうね、まあ、こういったミステリー的要素も盛り込まれていて、そこら辺はこう見応えがありましたよね。他のこうなんていうかもうちょっと低評価っていうか程度の低いエクソシストっていうのはただもう悪魔が大暴れするだけで、まあ、それに翻弄されているみたいなね、内容なんだけど、やっぱりきちんと悪魔のこのルーツっていうのをたどっていって弱点を見つけるっていう、まあ、そういった意味ではなんかリングシリーズにも似てますよね。リングの一作目というかリングですよね。最初は超常的な貞子という存在、呪いを使って、まあ、殺しにかかってくるわけじゃないですか。まあ、普通生身の人間が呪いなんかに対抗できるわけないですよね。貞子なんかに対抗できるわけではないんだけども、まあ、貞子のルーツを探っていくことで、まあ、彼女の弱点というか、まあ、その呪いのルールとか法則っていうのを見出していけば生身の人間でも対抗できるっていう、それがリングの僕は面白さだと思ってるわけですよ。なんで一見今回もね、この悪魔という絶対的な存在、もう我々人類がどうあがいても一矢報いることもできないような存在かと思いきや、きちんと調べていけば悪魔にもきちんとそれなりの弱点というものが用意されていて、それを見出していけば我々人類でも生身の人間でも対抗しうるっていう、まあ、そういったスタンスがこの映画ではちゃんと取られていたので、それはね、良かったと思います。行き当たりばったりで戦って、なんだかよくわかんないけど、勝っちゃったみたいなね、そういった作品は、まあ結構個人的には面白みを感じないと言いますか、やっぱり勝つには勝つなりのルールとか論理っていうのをきちんと、構築してくれないとね、やっぱり大人が見る映画としては若干弱いのかなと思いますけど、まあ、そういった意味ではね、この映画そこら辺はしっかりしていたので、良かったんだけど、もうちょっと見せ方があったんじゃないかなっていうね、そこまで自分の中では盛り上がれなかったっていうか、跳ねなかったというか、まあちょっと終盤あたり、ちょっと退屈に感じてしまったのか、まあ、うとうとしてしまってね、特に派手なバトルシーンなんか、結構ね、派手なバトルシーンの割にあんまり面白くなかったので、あそこら辺で結構うとうとしちゃったんですよね。まあそんなとこですかね。はい。というわけでね、バチカンのエクソシストということで、まあ、今日ね、他にも、今日日曜、海の日だったんですけど、1本ね、映画見て、もう1本実はね、ちょっと時間が空いたんで、もう1本見てきたんですけど、それがね、リバー流れないでよっていう作品なんですよ。あれね、見たいと思ってて、ちょっとずっと見れなかったんだけど、やっと見ることができたので、また近日中に、リバー流れないでよのレビュー動画も上げたいと思います。はい。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。